はい、おはようございます皆さん。今日はね、業務スーパーのエビピラフやっていきたいと思います。最初はバターでね、炒めて、敷いて炒めていこうと思います。最近またちょっと天気が悪い日が続きますね。天気予報ですと。まあこうやって今回は室内でホットプレート動画ですけど、また晴れたら外でホットプレートじゃねえや、アウトドア動画やっていきたいなって思うんで。じゃあエビピラフ開けいこうと思います。で、前もチキンライスやった時に 200g って言ったんですけど、これも同じシリーズで 200g が入ってるんで、でまた100円しない程度で、100円かちょうど税込み100円ぐらいかで 200g 入ってるんで、お得な感じですね。やっぱりエビピラフはバターで炒めると美味しいですね。これレンチンでもできるんですけど、ちょっとフライパンとかホットプレートとかでやんないと香ばしさが出ないんで、なんかで純粋な電子レンジだと熱なんでぐちゃって感じがしますけど、やっぱりこうやって炒めた方が断然美味しいと思います。この動画もそんなレビューってほどでもないですけど、食品のレビュー動画を見るとそのレビューしてる本人の、YouTuber なりなんなりの人と味覚が近かったり同じじゃないと、なんか美味しいものをなんかいまいちって言ったり、まずいものをうーんって言ったり、なんか食品系のレビューを見るときは味覚が似たような人を探さないと、正反対のことを言うこともありますし、海鮮系のエビも好きなんでね、楽しみです食べるのは。
でこれもある程度放置してちょっとあのなんつうの軽い焦げみたいな作るのはやっぱ美味しく作るコツですかね。まあそんな自分がプロの料理人とかそんなあの料理うまいわけじゃないですけど、ちょっとまあ最初はあの冷凍されてるんで溶かさないといけないんですけど、でちょっとさじについたのね食べてみようと思います。いただきます。うん、あうまい、だいぶ美味しい。これでちょっと軽く放置。じゃあね、ちょっと食べてみようと思います。いただきます。うん。おいしい。ちょっと火が入りすぎるんで止めちゃいます。これで100円ってか、ほぼ100円なんで、あの業務スーパーで100円で売ってるんで、だいぶおすすめです。エビもあのそんななんかちゃんとエビって感じがして、あの小さすぎてエビを感じないってわけじゃなくて、ちゃんとエビとして美味しいですね。それでは今日はこの辺で失礼したいと思います。最後まで見てくれた方ありがとうございました。あの気が向いたらね、あのチャンネル登録していただけるとありがたいです。それでは
失礼します。ありがとうございました。失礼します。